反三国史演技は、修大公によって執筆された、三国史物の,の小説、通称、反三国史。新聞、民徳法において1924年に連載開始され、1930年に完結した。中国史大記書の一つである、三国史演技をベースにしながらも、修大公自身が、北京市内の古書店で購入した、三国旧史なる、 怪しい古文書などをヒントにして書かれたとされている。後の王朝が正当と認めた歴史書である聖史には、しばしば編纂を行った王朝にとって、都合の悪い記録などが削除されるなどといった改変が行われることにより、事実と異なることも記載されていることがあるので、その結果として闇に葬られてしまった事実を記したやしが、三国九詩という古文書であるとして、 物語を始める。なお、半三国志演技という名称通り、三国志演技も創作であるとして切り捨てている。物語は、三国旧史を古書店で見つけた時に、すでに冒頭部が失われてしまっていたためという理由で、半三国志は曹操が、助書の母を捕らえて、助書を義に呼び寄せようとする計略が失敗するところから、始まる。そして、三国ゴや、 三国志演儀とは反対に、劉備や諸葛亮らの職官が三国を統一するという内容となっている。また、時代に関係なく、三国史終盤の武将が物語初期からの武将である関羽や張飛等と共に登場する。さらに、劉禅は暗殺され、劉人が劉備の後を継ぐことになっている。また、三国史にも、三国支援にも存在しない本作オリジナルの、 人物として、馬長の妹で、長雲の妻となる女武将、うまくも、が登場する。集大公が、当時の政情に鑑みて、諸君を、中国国民党に、義を腐敗した、北洋軍閥に、広明の北伐を国民革命軍のそれになぞらえたと、する説もある。物語内にもたびたび当時の政治家や軍閥への、皮肉が登場する。ありがとうございます。